インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。私は、国際交流基金、ニューデリー日本文化センターの村上と申します。このビデオは、JFND オンデマンド日本語教師研修のためのものです。はい、今日はこのビデオでは、Google スライドを共同編集して、ライトニングトークとか、あるいはショー&テルと言われている、順番に学習者が一人ずつ物を見せながら話す、そういう活動をするための、Google ドキュメントの編集の方法をご紹介します。はい。まず最初に、授業前の準備があります。それから実際にオンライン授業で何をするか。そして、研修の時にはですね、このオンデマンド研修の時には皆さんに実際に教師として授業前の準備とそれから実際の授業を体験していただきたいと思います。このビデオではただ、授業前の準備のところだけをご紹介します。はい、まず最初にスライドニューで新しい Google スライドを作成します。この Chrome の、アドレスバーのところに書きます。そうすると、このように、今ちょっと時間がかかっていますが、新しい Google スライドのファイルを作ることができます。そして、まず最初に教師が、ショー&テル、あるいはライトニングトークのトピックを書きます。ここでは私の好きなもの、私の大切なものにしましょう。はい、これが表紙ですね。2枚目には、学習者の名前と写真を貼る部分を作ります。そして、これは学習者の数だけコピーします。今コピーしました。例えば、学習者が5人いるクラスでしたら、このように1から5までこれをペーストします。最初の、表紙以外はみんな同じ内容のスライドです。はい。次はこれを学習者にコピーする方法です。コピーするというか、共同編集をするために、このリンクをコピーする方法をご紹介します。この右上のシェアですね。これをクリックします。まず最初にすいません。タイトルをつけなければいけませんから、タイトルを私の大切なものでセーブしますね。はい。で、その次にリンクを取得しますが、最初のリストリクトはあまり、ちょっと不便です。便利ではありませんので、change to anyone with the link。これにします。はい。この方がとても便利です。OK。はいはい。はい。で、anyone with the link になりましたね。ただし、viewer だと共同編集で、お互いに編集することができませんから、ここをエディターにします。はい。で、コピーリンクをして、done ですね。で、今コピーしたリンクは必ず皆さんの共案の中に入れておいてください。実際の皆さんとのオンライン研修では、これを皆さんが、学習者として編集し、そして、ショー&テルとか、ライトニングトークの形で、そうですね、1分とか2分話す、そういう活動を体験してもらいます。そしてその後に、今私がしたように、スライドを皆さんが自分で作って、それを他の参加者に共有して、他の参加者が学習者の役になって、それを、編集するという、そういうこともやってみたいと思っています。はい、それではオンラインで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。さよなら。